アニースー・イナートンは、イギリスの画家である、肖像画や、象徴主義のスタイルの作品を描いた。1922年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの、巡回員に選ばれ、1768年の、アカデミー創立時に二人の女性会員が選ばれて、以来、約150年ぶりのアカデミーの女性巡回員となった。マンチェスターのヒュームの大原人の娘に生まれた。 六人姉妹の一人で家計を助けるために水彩画を描いて売っていた。1871年からマンチェスターの美術学校で学び始め展覧会で金賞を得て奨学金を得た。1874年から1876年までマンチェスターの美術学校の同僚の スーザン・イザベル・デーカーとローマに旅し、1877年から1880年までは、二人はパリの私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンで学んだ。スー・イナートンは自然主義の画家、ジュール・バスティアン・ルパージュのスタイルに影響を受けた。1880年にマンチェスターに戻り、デーカーと共同でスタジオを開き、マンチェスター女性画家協会を設立し、 女性芸術家のための教育と作品発表の場とした。1880年には、デイカーの肖像画をロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に出展した。1882年までには、ロンドンに移った。1883年にマンシマ出身の彫刻家のジョセフ・ウィリアム・スウィンナートンと結婚した。二人は、ローマで知り合って、結婚後、ローマで暮らすことが多かった。 夫は1910年に亡くなった。スーインナートンは1879年から1886年までと1902年から1934年の間、アカデミーの展覧会に出展し、有力な画家ジョーン・シンガー・サージェントに高く評価された。サージェントは、スーインナートンの作品を自ら購入し、国に作品を寄付し、 1922年のアカデミーの選挙でスー・インナートンが巡回員に選ばれるのに貢献した。スー・インナートンはアカデミー創立時にアンゲリカ・カウフマンとメアリー・モーザーが創立会員に選ばれて以来約150年ぶりのアカデミーの女性巡回員となった。夫の死後、ロンドンやローマで暮らした後、ポーツマスの近くのヘイリング島に住み、そこで亡くなった。ありがとうございます。